日本和装 IR ステーション IR アンカーの大森幸子です。本日、当社子会社の日本和装クレジット株式会社がコミットメントライン契約を締結したことを発表しました。リソナ銀行による総額5億円の融資枠です。9月10日にお知らせしました通り、日本和装クレジットは 三菱東京 UFJ 銀行をまとめ役とした7つの金融機関による総額15億円のコミットメントライン契約をすでに締結しております今回のリソナ銀行によるコミットメントラインの設定により日本和装クレジットは総額20億円の融資枠を確保したことになります日本和装クレジット株式会社は 当社のお客様が着物や帯を購入される際のショッピングクレジット事業を展開しておりますこの9月で設定された総額20億円の融資枠はすべてショッピングクレジット事業の運転資金を目的としております日本和装クレジットのこれまでの実績が評価され各金融機関より信用を得て この度のコミットメントラインの設定が実現しました。これからもたくさんのお客様に安心してご利用いただける日本和装クレジットを目指します。それでは、